はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は今シーズンバトルパス最後のエビック銃、テックラインクラシックを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。ほう、ストックグリップ周りなんかがね、ちょっとかっこよくなって、バレルとかも全然形が変わってるな。あ、サイトも特殊サイトかな。まあ、カスタムの方見てみましょう。カスタムは機動性を上げる以上ノーマルとほぼ変わらんじゃんかこれ。いや、上がってるっつったってちょっとだけしか上がってないしね。早技の分が上がってるぐらい。いや、どうだこれ弾薬とかもせめて入れてほしかったな。エピック銃って普通4つカスタムパーツがついてるんだけど、これ2つしかついてないのって珍しいっていうか初めてじゃない。いや、昔はね、なんかエピック銃って2つぐらい効果がついてるのは普通だったけども、ガンスミスになってからはそれはあんまないと思うんだけどな。いや、結構これきついぞ。ノーマルとほんと変わんないってのはね、せめてバレルかマズルなんか入れてほしかったな。まあまあ、クラシックのねカスタムがこれなんで、このままで戦っていきたいと思います。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はキルハウス、行ってみようぜ。ということで、いつものようにこのコンテナの後ろから斜め撃ち。はい、19、26。あの辺の距離で4発キルか。やっぱりきついな。おお、びっくりした。お、誰か撃ってくれた。メジャーアシストになったけど、ん、あ、下に ICR-1 落っこってるね。ということは誰か撃ってくれたんだな。ということで、低い高さでグレネード掘っての、あそこ敵いる。撃てるか。あ、先撃っちゃった誰か。オッケーオッケー。めっちゃ撃ったけど、なんかもうごちゃごちゃして、ちょっとダメージの数値分かんなかったなコンカッション投げて、あ、意味なしあ、ヘッドショット、あそこで28。あー、やっぱ28は辛いな。おー、そこら辺は胸当たれば23なんだ。あー、28だとしてもヘッドショットでもあれか、4発キルか。3発キルいけない。うわ、やられちゃった。いや、結構中距離とかだったらもう本当にきついね。うん、相手の銃がダメージが大きいか、連射度が速い銃とかだったら、撃ち合いになったら負けるんじゃないかな。はい、ハンターキラードを掘って、こっちは腰ダメだ。あららららら ら, ら、こっちか。はい、倒して、んで持って、おお、逃げられちゃった。んで、コンカッション掘って、あれあれ、こっちで銃声するね。あ、そっちか。はい、腰ダメで撃って倒して、でもってリロード。リロードはね、早技でめっちゃ速くなってるからね、いいんだけどね。あそこやっぱ23だね。ん、なんだ、左から撃たれた。おお、びっくりするじゃん。 ICR-1 の人だった。でもってハンターキラードローン発射。はい、倒して、さあまた来るかな。来るか。あっちはもうなんだ、撃てないのか。倒してくれ。あった、倒した。よし、 OKOK。斜めからギリで撃ったらどうだ。ちょっとリロード。30発しかないからね、ノーマルだから。ん、あ、あっちか。倒せないか。ちょっと厳しい。オッケー、こっちから犬を出しつつ回ってって、ん、犬あっち行ったね。よし、犬に頼む。あっちはここらでこっちに来るの。撃っていきましょう。はい、倒して、いや、4発キル厳しいな、やっぱちょっと。でもって攻めてくる人たちみたいなんで、セントリーが置いておきましょう。あとはピロも後ろにいてくれるから大丈夫なはず。んでもってクラスター落としといて、倒せ。あ、17、23。いや、ダメージがちょっと小さいな、やっぱり。連射度もないしね。これで連射度がもうちょっとあってくれればいいんだけど。はい、倒して、37、37、25。ここでだからヘッドショット3発で3発キルか。あんなね、ゼロ距離射撃ではないと厳しいとかねちょっとつらいな。はい、左の方からハンターキラードローンほっときましょう。はい、不発。あー、グレネード、危ない危ない。よし、オッケー。こっちから行った方がいいかな。あ、ピロはこっちいるね。よし、頼むぞピロ、後ろ撃って。あれ、壁抜けない。あ、倒した。あ、倒したね。オッケーオッケー。でもって、あ、ワンちゃんだ。ワンちゃん来てるんじゃない。あ、ワンちゃん来てる、ワンちゃん来てる。はい、下がりつつの撃ってと。はい、オッケー。おお、オッケーじゃない。窓越しから撃たれちゃってまあまあ、よしとして、今度はまた右の方から、わお、目の前に ICR-1。 ん、
どういた？後ろいた？ああ、倒してない。はい、腰ダメで粉砕。ね、リロード。さあ、ここから撃って撃って、車の間を縫って撃って、勝利！ 50 対 43 GG！ MVP いただきました。ありがとうございます。あ、いいね、ありがとうございます。いや、これは厳しい。腰ダメ打ちのあの辺だったら結構当たるのかな。いや、ノーマルと違うからエピックの意味よ。本当。はい、レートは91、ピロのレートが83でした。どうもありがとうございました。うーん、この銃結構厳しかったな、やっぱりな。うーん、はい、相手方さんにもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。27キル2です、3アシスト。ピロが21キル4です、4アシストでした。今回はピロとね、セントリーガンに助けられましたね。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。テック内のクラシック、2つしかね、アタッチメントついてないんで、ノーマルと何が違うんだよと言われると、リロードの速さが違いましたっていうぐらいしかね。いや、ほんとそれぐらいしか違いがないんですよ。だからちょっと前に自分で改造したね、テックラインをこうアップしてるんですけど、あれの重要なパーツである前3つね、あのマズル、バレル、マガジンをこの余ってる3つのスロットに入れれば、もうこのままでも使えるんじゃないかな。まあ強いて言うなら、ストックを外してレッドドットサイトをこうつければ、うん、全然いいと思うし、改造の余地をこう残しておくために、運営がわざとこう3つ残してるのかな、2つにしてね。いや、それにしたかったって、それだったらエピック銃っていうものの意味がちょっとよくわからなくなっちゃうな。まあこれもガンスミスの弊害ですな。うん、まあこの銃はね、一番最初にも言ったように、あのシーズンのこのバトルパスのね、最後のエピック銃、ティア50で取れるエピック銃なんで、もしよかったらね、バトルパスの方を開放してゲットして使ってみてください。いや、バトルパスはちょっとっていう方がね、いらっしゃったら、いつも言うようにね、テック内のこのクラシックのカスタムを自分のテック内に持っていけば、もう性能的には全く同じ銃になるんでね、もうサイトはちょっと違ったけども、まあそこぐらいなんでね、もしよかったら試してみてください。ではまた次回を待て。